中学学年生数数二次方程式因数分解はい今回は2次方程式を因数分解をすることによって解く方法を言うよまずね下の式を見てほしい ax の2乗プラス bx プラス c イコール0こういった式があるとしてポイントが一つあるんだそれは何かというと必ずね右辺イコール0の形に持っていかなきゃいけないんだ で、これを因数分解するんだけど、因数分解した結果、このようにね、x プラス三角と x プラス四角、イコール0。というふうにね、なったとする。すると、これって、左側か、もしくはこの右側、このどちらかが必ず0にならなきゃ答えは0にならないってわかるかな掛け算をして答えが0になるっていうことは、 必ずどちらかにね、0があるんだ。だから、仮に x プラス三角、これがもし0であったとしたら、この x は、ここに書いてる通り、マイナス三角になる。ということわかるかそして、右側、x プラス四角、これがもし0であるとすれば、 答えは、X はマイナス四角になるんだ。例えば、X プラス3、X プラス5、イコール0となったとすれば、答え、X は、マイナス3、もしくは、マイナス5ということになる。 でね、次、真ん中の式。もし因数分解をした結果、x 括弧、x プラス四角、イコール0となったとする。これもね、先ほどと同じで、どちらか必ず0じゃないといけないんだ。ということは、ここの x、これが0。または、x プラス四角の答えが0のどちらかなんだよね。 だから、答えで見たら、x イコール0か、もしくは、x イコールマイナス四角になる。これもね、例えばで言ったら、x 括弧、x プラス4イコール0にもしなったとすれば、答えは、x が0、または、マイナス4、ということになるんだ。で、一番右側。もし因数分解した結果、 x プラス四角を括弧して2乗イコール0という形にねもしなったとすればここが必ず0になるということは x はマイナス四角になるということなんだ、まあ、例えば言わなくても大丈夫かもしれないけどもし例えば x プラス1の2乗が0になったとすれば x はマイナス1になるんだ かなでは実際に次のページで問題解いていこう次の2次方程式を解きなさい一番初めの問題 x²±3x±2≡0 これをまずね因数分解しなきゃいけないよね因数分解するとどうなるかっていったら x±1 と x =0 だ 因数分解は大丈夫かなかけて2足して3になる数を考えるんだ。だから1、1かける2は2、1足す2は3ということだよね。で、この因数分解ができたら、先ほどの一番左にやったこれと全く同じ。つまり x、x プラス1が0になるか、もしくは x プラス2が0になるか。このどちらかが必ず0にならなきゃいけないんだ。 すると答えどうなるか。まず、x プラス1が0になる。と、x はマイナス1だよね。もしくは、x プラス2が0になる。と、答えはマイナス2だよね。だから、この x の2乗プラス 3x プラス2イコール0。この二次方程式の答えは、x イコールマイナス1もしくはマイナス2ということになるんだ。 で、二つ目の問題ね。x の二乗マイナス 5x イコール0。これも因数分解したらどうなるか。これは共通因数である x でくくることができるんだ。x でくくると、どちらも x で割ってね。まず x の二乗 x を x で割ると、x。そして次。マイナス 5x を x で割ると、マイナス5。だからこれを因数分解すると、x か x-5 となるんだで、これも全く同じ。x、ここの左側の x、これが0になるか、もしくは x-5 が0になるか。このどちらかが必ず0にならなきゃいけない。すると答えどうなるか。まず、この左側、x イコール0。もしくは x、x x-5 が0になるということは x は5だよね。だから、こちらの x の2乗 -5x イコール0の答えは x イコール0または5になる。で、最後の問題ね。x の2乗 -10x プラス25イコール0。これを因数分解したらどうなるか。これは x-5 の2乗イコール0になるこの因数分解パッとできるかな ?25 というのは 5×5。で、10というのは 5×2 だよね。だから、ここね、マイナス 5× マイナス5でプラス25。そして、マイナス 5×2 でマイナス10となるから、この式を因数分解すると、この x マイナス5を2乗したものイコール0というふうになるんだ。 でこの場合これは一番ね最後右側でやったやつなんだけどこの括弧の中の x 5これが0にならなきゃいけないということは x は何かって言ったら答えは5だよねだから x の2乗マイナス 10x プラス25イコール0の答えは x イコール5になるいいかな今回ね二次方程式の解き方の中で最もきっ,っていうほどね よく出てくる因数分解を使った解き方を説明したもしわからないことがあったらこれからに書いてくれたらいいかよそしてチャンネル登録をね適用さしていただきなさいですでは今日の授業はこれで終わります